どうも、なんとか重工です。よろしくお願いします。今どんな感じですか？今ですね、ウルトラメンのかっこいい肉抜きをやってるところですね。今順調に加工しております。あ、ちょっと、あ、プログラム撮っていいですか？作成したプログラムが流れてます。その流れてるプログラムの通りに、今機械が、動いてるということですね。まあこんな感じで第2部やってますんで、よろしくお願いします。いい動きだね。順調そうですね。そうですね。あともう一工程でもう一回完成です。できましたね。はい。ご苦労様です。いやー、なかなか大変でしたよ。いやー。いや、綺麗に仕上げてるね。そうか、ちょっと若干むしれとかあるんで、まあ、磨いてください。いや、ガンガン磨かせていただきますけど、ね、はい、加工終わりました。終わりました。まあ、結構かかった。いやー、なかなか、うん、もう、日も落ちて完全に夜、いざやってみたらなんか、やりづらい設計だね。でもその代わりなかなかいいでしょ。かっこいいでしょ。かっこいいです。これダースベイダーみたいな感じです。それかっこいい。ちゃんと褒めてもらってるそれ。せっかくなんで、ね、作ったもんの、アップをちょっと、あと設計でねこだわったところとかも含めて見てもらおうかなと思います。裏側。はい。肉抜きをねだいぶしっかりしました。うん、メインプレートですね。はい。でもう一個だけ3個作ったんですけど、せっかくなんでもう一個大したことないように見えて難易度だけは高い。そうですね。ここの肉抜きのね感じたまらんですね。でこのブラケットはですね非常に重要な機能を担っておりまして、はいはい、バイク側に取り付ける部分なんですけど、はいはい、この角度をバイクの車体の角度をここで変換してるんですね、角度。あ、はい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 。だから取り付けた時はすごい角度が立ってるんだけど、こいつを組み付けた時にキャリアの角度が起きるんですよ。結構地味な部品なんですけど、機能的には一番重要。めちゃくちゃいい感じじゃないですか。そうでしょ。なかなかでしょ。穴位置ちゃんと合ってました？めっちゃバチバチですよ。バチバチにやってますね。もうこれでね、ずれて組めないなんてなったら、今までかけた時間なんだったんですかみたいになっちゃうから。でそれなんでなまってるんですか？ちょっと興奮しちゃいました。まあこんな感じでね。あ、素晴らしい。裏側に肉抜きをするっていうこの
この美意識、はいはい、いいもん作ったわ。でもうこれバイクにつけて完成ですか。いやいやいや、えアルマイトをやりますよ。アルマイトも、アルマイトやりますよ。あ、ほんでしかもあのあれですよ、業者に出すとかそんなんじゃないですよ。我々でアルマイトやりますから。アルミの部品になんかこう赤だったり青だったりのメタリックな感じの色が乗ってたりすることがあるんですけど、あれアルマイトなんですよ。アルマイト自体をすることによって表面の硬さが上がったりとか、アルミとはいえ腐食するので腐食に強くなったりとか特徴としてあります。こんな感じでですね、加工は終わりましたので、ね、次回アルマイト編で、いきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。